Stars up above me, stars in my eyes. Fire below me, starting to rise. I'm my own captain, hanging on tight tonight. Pointless to try and turn back the time. I've never been this old in my life. Load up my spaceship, tear through the sky, I might. Leave regrets and wishes and hopes and bets and wondering what would happen. Think I'll leave it all behind. I don't wanna wake up. そこ左曲がったとこに行けばいいです。はい、志賀さんが458、はい、バブに入れるって言ったから、はい、俺も今ちょっとね、あ、ちょうど半分以下なんで、おここから埼玉が帰るときに怖いじゃん。確かに、まあ、乗りやすいからね。あそこから皆さん458のスピティアレが出ます。まだ撮影中ですからなかなか出てこないんでね、ちょっとだけバックします。そうですね、名車中の名車ですから。一回レビューしましたもんね。あ、出てきた。あれですね、そうですね、1番と11番すごい絵ですよ、これ中からですけど、かっこいいね、スペッチャーレ。テールランプはやっぱ一個一個っていうのが、そうですね、あれね、伝統のスペッチャーレ。メーカーがレビューしてますからね、はい、でも普通のフェラーリのレンズなんかちょっとメタリックレッドだから、あれあとリアのスポイラーが下赤いっていうのを今初めて知った。ほんとキャリパー黄色だし、めっちゃかっこいいな。これ行ったら行くかい、今待ってくれよみたいな。よかったよ。まあ、夏らしいことはあんましてないんでちょうどいいかもしれないですね、うん、島行ってね、ちょっと大丈夫か、海パンも出てとかでやろうやりましょう、やりましょう。別にカジキじゃなくてもいいしな。ああ今中村キャプテンとの小田さんだけ決まってる、ね、しかも志賀さん言う、わ、優しくない、優しくない。手前って奥行ってくれよな。なるほど、これ女の子だったら怒られるよ。レディーファーストじゃないって言われるんで。もうサクサク入れちゃってますね。あれもうサクサク入れてる、はい、はい、でもこっちから入ってきて手前で、ね、右側じゃないですか。こっち奥行ってレディーファースト絶対やってくれると思ったら手前入ってきます。皆さんそういう滋賀です。結構カラカラらしいですよ。あ、カラカラなんですね。じゃあ結構いくら入るか楽しみですね。なかなかすごいですよ皆さん。はい、よくなんだね。レギュラーじゃないんだね。あ、そうですね。ちゃんと静電気、はい、除去シートからの、いいね、いいね。これの予想、はい、60リッターかな。多分ね、70リッターぐらいなんだよ、ここの4本足。ただおそらくタンク若干入ってるから俺は60リッターやってるかな。志賀さん65。刻むね。もう60刻んだね。負けた方が場面しね。 OK 近い方で。いや65で話すのダメですよ、ガチャってなってからね。さあ30リッター来ました。これがこちら、これが半分だから。うーわー、いや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 、そう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 、もういいよ、もういいよ、もう大丈夫だって。この2人とか飯、まあまあ効果ですから、ね、いや、結構金かかるんですよ。おっと、おっ、ちょっと待って、おっと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 、どこまでか、真ん中が2、5、2、これは、これは結構いい線、あ、でも結構いきますね、これでも70超えたらチャラです。それじゃあ僕だけで、ね、これ70超えたらサドンデスだからね。俺の方で、お、お、来た OK! 超えた、超えた。5前後だからね。続きは俺の方で、そうですね、こっちやりましょう。え、結構入るね、結構入るの。1回の給料1万2000円。まあ、でも結構入ってる。77リッター、78リッターぐらい。78リッター。第2戦は F8 ですね。
そうだよ、どのくらいか。60%、40%残ってる。40%? アウェイ戦だよ、これ。アウェイですね、感じ。そんなことないですよ。タンクの大きさと ほぼ変わらないよ。もちろん満タン最悪ですね、うん、メーターね、残り3つ残ってる、うん、で、志賀さんカラカラで75だから俺は40リッターと思った。おー、3つ残してんの。はい、45。お前何で来たのこの小刻み。さあさあさあ頼むぞ。さあスタート来ました。でカチャってやったら振り回しがすごい。40、45。カチャ振り向こう。はい、とりあえずね、僕だけちょっとこっち行けかね。ええ、いや、そんなことない。え、嘘でしょ。そんなことない。絶対違う、絶対違う、絶対違う。びっくりしたよ。10リッターはやばない。いや、いいですね。でもさ、なんだ。あ、これ本当の勝ちですか。今本当の勝ちです。またなし。おお、大外しだったし。これめちゃくちゃ。これひどいな。30リッター。まあさすがに俺のが近いけどダメだ。はい、違うゲームやります。そうですね、今日まだ結構一緒にいるんで、なんかゲーム考えますので。皆さんまだなんかやります。じゃあね、フェラーリ。東京っておかしくて、イニシアタブとか六本木いるとさ、今度さ、動画で行ってみない。六本木のテラスーパーに1時間行ったらスーパーカー何個見れるやつ。一回俺はカンとかモナコでやってるでしょ。やったっすね。多分ね、あれ以上超えると思ってて、だってめちゃくちゃスーパーカー見るじゃん。確かにそうだ。ただね、あそこにいる人たちも慣れてて、俺がフェラーリで撮っても何にも起きないんですよ。だから今度検証やろうぜ。やりましょうやりましょうやりましょう。事務所の近くのテラスに1時間座ってたら、はいはい、スーパーカー何個見れるか。めっちゃおもろいよ。おもろいよ。まあそうだろ。いやしかしまあ今日ガソリンスタンドよく外してる2人かな。じゃんけんしようか。回ってますよ。皆さん、先ほどご存知かのように僕も志賀さん両方外したので、はい、そうですね。まあ、ここは男らしくジャンケンいきます。同期ジャンケンしようかな。ああ、いいですね。勝ったらもう、しょうごるよみたいな、うん、飯の続きなんですね。飯と飲みね。あ、飲み。不安そうですけど、大丈夫ですか。ちょっと怖い。じゃあ志賀さん、大丈夫。いいよ、一発勝負ですよね。一発勝負ですね。俺も見えたよ。最初はグーグー、ジャンケン、ほい。でも男気じゃんけんです。男気じゃんけんですよね。あ、おごりたかった。いや待て待て。おごりたかった。おごりたかったな、本当に。おごりたかった。負けた方がとか言ったかったっすね。いや、男気じゃんけんですよね。うんって言ったら。これ動画残ってますから。残ってますからな。男気じゃんけんしようかな。あ、いいっすね。勝ったらもう、しょうごるよみたいな。あ、怒りたかったです、本当に皆さん。ちょっと志賀さんにコメント聞いて。うまい。約束は約束。いやー。了解。ありがとうございます。待ってなかったから。せっかくパッと思ったのさ。